ねえ教えてよ母さん鬼ババとどういう喧嘩をしたわけ感動されるなんてよっぽどだったわけでしょお前もくだらないことに興味が尽きないねまそろそろ話してもわからないしじゃないか実はね 父さんと結婚したいって言ったらねダメだって言われちゃったのよえ何それ私も当時はだいぶ社内ナイ着方してて呆れられててねその挙句、連れてきた男が人形者だったわけでしょそりゃ大げんかよいいな付けは当主が決める なんて言われてそんなの知ったこっかいこんなクソババアこの場で切り伏せたらって大立ち回りよ互いに板の間の二本と抜いてちゃんちゃんバラバラ <laughs> <laughs> いッ鬼ハハ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  母さんやるねーまあね母さんこう見えても若い頃は武闘派だし互いに剣道有段だからそりゃあド派手だったわよ周りはオロオロああ <laughs> 面白かったなるほどね その騒ぎのせいで感動されたわけそうよ。感動上等。遠慮なく感動もらって父さんと籍を入れたわよ。ま、けじめってことで爪は剥がされたけどね。ほら、左手の爪だけいびつでしょ それで鬼婆婆と母さんはずっと仲が悪いわけだねしよ <laughs> 本当はねそんなことないの私と鬼婆婆様はちゃんと仲がいいんだよえっ 嘘だー鬼馬場様には面倒な世間体があるからね一度でも感動した以上甘くすると示しがつかないしだから私も親類会議とかではおとなしく引っ込んでるけどたまーに遊びに行ってのんびりお茶とか飲んでるよ 嘘だ信じらんないね実はね内緒よ鬼馬場様もねその昔けじめで爪を吐いたことあるんだってよ今度会ったら左手の爪をよく見てごらんい,いえ鬼馬場は何をやったわけ そか母さんは知らないわその顔は知ってるな教えてよ